皆さんこんにちは、車川です。いつもご視聴いただきありがとうございます。背景のパース難しいですか？どうですか？当チャンネルはね、今まで見るだけだったんですけれども、ここらでね、新たにアウトプットしていただく機会を作ろうと思います。ブースにてね、3ファイル無料で配布していますので、よかったらダウンロードしてね、実際にクリスタを使ってアウトプットしてみてください。リンクは概要欄の方に載せておきます。はい、それでは無料配布ファイルの使い方を説明していきますね。まず無料ファイルをダウンロードしていただいて回答してください。そして、クリップスタジオでね、開きます。まずね、ファイル構造の説明ですが、ダウンロードしていただいたファイルにはメッセージファイルと、そして問題ファイル、回答ファイルのね、3つ格納されています。メッセージファイルはね、非表示にしておきます。回答ファイルはね、レイヤーすべて非表示になっていると思いますので、確認してみてください。で、この時ね、回答ファイルはね、閉じたまま見ないでくださいね。で、それから、問題ファイルを開いて、まずね、パース定規を作るための当たりを書いていきたいと思います。まず、新規レイヤーを作成します。これラスターレイヤーで大丈夫です。そしていつもね、動画で見ていただいているように、縦線、左集まる線、右集まる線を見つけます。そして直線ツールでね、なぞって目立たせます。で、それぞれのね、線をこう見つけられない場合は、写真にはね、すべて動画と同じ番号が振られていますので、動画をね、探して参照してみてください。はい、ではまず、黄色い線でね、直線ツールを使って当たりを変えていきたいと思います。この時ね、あまり細かくきっちり線に、写真に沿っていなくても、大体で大丈夫です。はい、次に青い線で左へ集まる線を描いていきます。次は黄緑で右へ集まる線ですね。この当たりをね、取る作業は、線をね、見つけやすくするために書いているだけで、慣れてきたらね、飛ばしちゃっても大丈夫です。はい、ここがね、消失点ですね。消失点の部分がアイレベルの高さになります。アイレベルの位置が決まりましたね。じゃあこれを目安にパース定規を設定していきます。はい、じゃあ、写真レイヤーにカーソルを合わせて、メニューのね、レイヤーから、定規、コマ枠、そしてパース定規の作成をクリックします。そしたらね、ちっちゃいウィンドウが出てくるので、パース定規の作成3点通しにチェックを入れて、レイヤーを新規作成のところのチェックをね、ない状態にしてもらって OK を押します。そうするとね、このようにパース定規が出てくるので、これをね、オブジェクトツールを使って動かしていきたいと思います。このようにね、消失点のあたりをね、クリックするとパース定規が動かせる状態になります。横のね、この太い線がアイレベルなので、あたりを目安に大体で OK なので置いていきます。細かい調整はね、後ほどやっていきます。そしたら次に3点目のね、消失点を合わせていきます。これ縦線なので、縦線のね、黄色い線に合わせて設置していきます。そして次は青い線ですね。3つあるうちのね、真ん中の大きめの粒を触ったまま移動させて、両端のね、ちっちゃい青い粒で角度を調整します。緑の線も消失点とね、大体の角度を合わせていきます。大まかにね、設置が完了したら、あたりを消して拡大してね、より細かく調整していきます。
はい、このようにねバース定規が設置できたら答え合わせをしていきます。回答ファイルを開いていただいて、写真とね同じナンバーのファイルを表示して答え合わせをしていきます。アイレベルの位置と角度、そして消失点のね位置が同じなら正解です。このね横の補助線はこう回転させてもね全て消失点に向かうね同じ角度ですので、回転させて重なるようなら正解になります。このような感じでね他のお写真もバース定規を設置してアウトプットしてみてください。このようにねバース定規を設定したら、上下にね沿った線以外は描けなくなります。こんな感じでね丸とかね他の角度が描けなくなってしまいます。なので写真にねこうバース定規を設定して、設定さえしてしまえばあとは写真をねなぞるだけ、もう力になりね角度に不安を覚えることなく線をね写真をなぞるだけで背景のイラストが完成するという感じです。でもね中にはあの椅子のね背中とか描かなければいけない時はバース定規をね一旦スイッチを切ります。切り方はねレイヤーの右上の方から切ってもいいですし、オブジェクトツールを使って切っても OK です。オブジェクトツールからね切る場合はこのね四角のボタンをポチッとクリックすると線が緑色に変わって、その線のねバース定規機能が切れます。またね復活させたい時はもう一度押せば OK です。はい、このような感じでねまずはバース定規の設置に慣れていただいて、そして使い方が慣れてきたら自分で撮影したね背景写真で練習してください。とはいえね自分で撮影した写真っていうのは自分が回答を導き出さないといけないので、答えが分かっているファイルでもうちょっと修行したいという方は練習用のねファイルをご利用いただけたらと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。